ぜ彼らが残り俺を先に進ませたのか。その意味に気づき戻った時にはもう。もしもう一度があるのなら。過去へ戻る。女戦かぐやが示した驚くべき力。到底かつて馬長は仲間と共に妖者に滅ぼされた蜀を脱出していた。しかし医療に今度こそ皆で生き延びる。馬長の思いがかぐやの神秘の力を受け時を飛ぶ。彼らは時を超え、かっここは医療。さようにございます。ここはならばなすべきは一つ。さあ、こりゃまた大した軍勢だね。若を先に行かせてよかったよ。この一個が生き延びられるかわからないからさ。これを生かすため犠牲になるなど許さん。助けぞ馬隊。気力ながら私もお手伝いいたします。これは厳しいよ。何？邪魔だ。どこから現れた？ここで口当てろ。一冊無影の選客。せいぜいあがくがいい。敵将山沖が討ち取った。敵にまだ増援に来る将がおったか。はいはい、い俺の番だな。我が操り人形に通させよう。よい、敵を滅殺します。木村バン。おれが補助力いたす。受け取ってくれよな。ではまた意外な援軍だね。聖徳殿はもう敵だと思ってたよ。かの妖者の出現にもはや職も義もない。両方を助けることが死の本分とか。終了。よっ。不滅の術が解けた。敵から俺は使いこなせておらぬ。はいやー。一冊お見事な
武勇にございます。結束すれば何者にも負けはしないからな。しかり、まあこういうノリも嫌いじゃないよ。バカが戻ってきちゃうなんて、俺の覚悟が台無しだよ。やる覚悟だ。俺たちは共に生き延びるのだからな。それよりも清盛を何とかしないと。槍で食い止めてる甲冑殿は危ないよ。音に聞こえた武田の騎馬隊か。はい、手強い。それを言うなら俺たちも音に聞こえた清涼の騎馬武者だよ。清涼の誇りにかけて僕は取るまい。せめて行けよ。金松をと呼ぼう。
参上。ワカ、門が閉まってるよ。甲虫殿、敵を進ませるために自ら門を閉ざしたのか。ここまでか。未来は若者に託そうぞ。甲虫殿、ようやく邪魔者が消えたか。門を開けよ。残る者どもを踏み潰せ。お見事な武勇にございます。
かないようだな。これ以上戦わせては術が解ける。戻れ雪村。はいはい、俺の番だな。はいはい、俺の番だな。はいはい、見事な武勇にございます。はいやたちを助けてくれた若は俺たちが守った若で、でもその時の俺たちは死んでいて、ああ降参は、いかなる方法であれ我らは救われた。感謝いこれよりは、それがしも共に。忍びが術にかかるとは面目ない。がっつり働きますんでお許しを。しかし高中殿のことは無念であった。本当に過去に戻れるとはね。このまま幼女の出現前まで戻っちゃおうよ。そうすればそれは叶いませぬ。過去へ戻るには今ここにあり、かつその時にも存在した方、その方の過去と今を結ぶ存在の縁をたどる必要がございます。これは細い糸をよすがに大河を渡るがごとくの行為ですが、かの幼女の出現という現象は世界を乱し、時の川に荒波を生んでおります。縁の糸はその波を貫くこと叶いませぬ。前回の同胞が幼者倒滅の方策を探っておりますれば、今は救える方々をお救い申し上げ、お味方を増やされますよう。幼女の出現は阻止できないのか。それならかぐやさんの言う通り仲間を増やしていくのが良さそうだね。そうすると小田原城の確保が優先かな。戦略上の拠点にできるし、仲間にできる人もたくさんいそうだし。でも俺たちが知ってる歴史だと妖魔に包囲されて陥落しちゃうんだよね。小田原城の陥落を防ぐには
俺と芝生さんも過去に戻らないとかな。で、芝生さんは上田城、俺は道庫を守る。馬城さんにも動いてもらおう。そうすると敵の目は分散するでしょ。その隙に小田原城をいただきってね。前の歴史だとまともに救援しようとして失敗したんだよね。なんでこんな感じでよろしく。文句なしの。お見事にございます。小田原城急だが俺は時を渡るだ。その時は新たな過去を探されます。ある過去のでより多くの過去を新たなか。今はよう、今日はどうするんだ。